ベルト・ランピカール・ブライトリング・オービター3・ベルト・ランピカールは、スイス人の飛行家、精神科医師、スイスのローザンヌ生まれ。パイロットとして、ブライトリング・オービター3に、クルーのブライアン・ジョーンズと登場し、1999年3月1日から21日に、かけての20日間弱の飛行で気球による、初の無着陸世界一周飛行を達成した。 ブライトリングオービターが1997年に燃料漏れ、ブライトリングオービター2が1998年に中国の領空通過拒否で失敗した後の栄光である。結婚し子供が3人。ローザンヌ在住。ベルトラン・ピカールの祖父オーギスト・ピカール教授は著名な気球飛行家、深海探検者、気球による高度記録を達成。父のジャック・ピカールは、 有人潜推進度記録を作った海洋探検者。父とのフロリダ州滞在中に子供としてアポロ計画関係者に愛啓発される。1985年にハンググライダーでヨーロッパ極技チャンピオン。マイクロライト飛行も活発に実施。1992年にクライスラーチャレンジ大西洋横断レースで優勝。ブライトリングオービターさんの成功の後は、 世界中で講演するのに加えて、ウィンズオブホープファンデーションによる社会活動に力を入れ、太陽エネルギーのみを動力源とする飛行機ソーラーインパルスによる世界一周飛行のプロジェクトを展開している。そして、2015年3月9日には自らソーラーインパルスのパイロットとして、アラブ首長国連邦アブダビのあるバティーンエグゼクティブ空港を飛び立った後、 2016年7月26日に同空港に到着し世界一周を成し遂げた天候不順で中国からハワイへの航路で日本の名古屋小牧空港への退避やハワイに到着時した際には加熱でバッテリーが破損し10ヶ月もの修理期間などがあったが16ヶ月にわたる計17回23日間の飛行で世界一周に成功した気球による 世界一周飛行の本は、米欧の出版社から同じ内容で出ているがタイトルが異なる。ありがとうございます。